こんにちは。24時間日本語で喋るのはなかなか難しいだと思ってるけど、頑張ります。そう、今歩いています。30分後に授業があって、で自転車行こうと思ったんですが、でも運動しないといけないんですね。風が強い。天気がいいけど、私にとしてはこんな貧しいはわかんねえ。なんか説明はどうすればいいかわからんけど、ブツブツになりますね。これ顔がこれ。スプリング、あんまな英語で喋ったあかん。春にあったらすっごくめっちゃ素敵、めちゃ綺麗、全部英語喋った。日本語はいつから勉強してたか、どれぐらい、2013年の12月から始まりました。で2011年にここに来て、まあ、英語の先生としてここに来て、もともとはあまり興味がなかったんですね。私は日本語より韓国語の方がもっと知りたいし、もっと勉強したいし、でも意味ないじゃないですか。よう考えば。今はどれぐらい分かってるか、日常会話はいけるんですよ。例えばあのスーパー行くとかレストランとか、ショッピングモールとか、あ、また英語。そう、お店とかそれは行けますね。だけど銀行とか、また、病院とか、それはなかなか難しいんですよ。言葉はちょっと日常じゃないからちょっと難しい、私にとしては。そして一番難しいところは、私にとしては言葉じゃなくて、言葉が難しいじゃなくて、興味がない、あんまり興味ないところの話を、意見を出すのが難しい。だって興味があるんだったら、ある場合は結構喋りますよ。なのに、あんまり分かってない話題とか、自分も自分としても難しい話題とか、はい、そうです。髪の毛はどうやって勉強してるか、もちろん履修してます。あ、あれ電車。そして毎週月曜日に先生と一緒に日本語の書籍を読んでます。三浦綾子の書籍です。で毎日アニメを30分、40分ぐらいによ見て、できれば字幕見ません。で自分で想像して、あ、それかな、1回だけじゃなくて2、3回ぐらい見て、もちろん確認しないといけないじゃないですか。なんか私は分かってるところは正しいかどうか、そうですね。で一番でもちろん会話です。他の人と会話する、間違っても、言葉が間違っても、日本人たちはすごく優しく理解してくれるから、
でたまにも私が間違ったところに、なんていうかな、日本語何、韓国語がここに入ってる、正しく教えてます、正しいことが教えてます、教えてくれます。そうですね。ほんで今は韓国語も勉強しています。そして英語ももちろんできます。だからたまに頭の中にちょっとぐちゃぐちゃの言葉をしてます、使ってます。それは仕方がないんですね。なんかたまに日本語で喋りながら急にパッと英語になってて、そして韓国語も入ってて、それはまあ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 、それは韓国語と日本語を似てる言葉、例えば家族とか家族。はい、入りましょう。おまな人がいない、よかった。じゃあちょっと待ってな。日本語ばっかり、もちろん英語はできるんですよ。英語と韓国語、中国語、ポルト語、ポルト語でいいかな。その建物は2、3年前かな、建て上がった。おお、めっちゃ綺麗になってた。久しぶりに来たので、もう全然違う雰囲気。It's a plum flavor. Wow. 何がある？でも、これ前生徒さんは全部これこうからくれたんですよ。全部美味しい。こんな値段？すごい。だけどこんな寒いは、でもやはり食べたい。これ。これはクランチシュガーコーン。これめっちゃ美味しい、ほんまに美味しいけどカロリーは絶対高い。前食べた時うわーびっくりした、カロリーが高い。じゃあやっぱりアボカド。アボカドどこにあるか、あーこっちにあるんだ。家でアボカドがあるけど一つしかないからもうちょっと買おうと思ってた。でもまだ硬いね。
諦めよう。帰ろう帰ろう帰ろう。じゃあここで、あ、現金払え、ここしよう。よろしくお願いします。あ、すいません、これをこの、なんていうかな、これ持ってるんですけど使うことができるんですか？あ、なるほど、わかりました、ありがとうございます。ボタンを押してください。ここで自分で決めるわ。ラジョアンがビザカード持ってるから、クレジットでお会計ですね。シートをお受け取りください。ありがとうございました。おトイレもある。24時間、日本語で話すのは簡単なことではない。それは今分かった。これは前はセブンイレブンだった。食べよう。どっちがもっと難しいか、日本語か韓国語？日本語です。両チームと喋るのは日本語です。